京都大学国際高等教育院の准教授の青谷正康と言います。正康という字は、これ僕の祖父が神主でですね、その神主の祖父がつけたんですが、妥協の駄をね、康と読むというのは、これはそんなにたくさんは日本にもいないと思いますけれども、よく女の人の名前と間違われます。ただまあ僕はおじいちゃん子、おばあちゃん子、おじいちゃん子だったんで、おじいちゃんがつけてくれた、まあ、名前ということでね、僕にとってはまあそういう大事な名前なわけです。1978年、京都大学理学部を卒業しています。まあ皆さんの先輩ということになるわけですが、まあ40年ぐらい前ですよね。で、今日はまあ語り始めるともういくらでもお話できるんですけれども、京都大学、まあ、生まれてから京都大学に来て、そして、アメリカに行って、それから帰ってくることになったみたいな、そのあたりまでの話であれば10分、15分で終わるかなと、思います。そこのお話をしたいと思います。僕は1954年、大阪市西成区、母の実家が西成だったんで、そこで生まれました。育ったのは特に、時間の多くはですね、幼少期は、少年期もですね、大阪府羽曳野市というところと、それから大阪府富田林市というところで過ごしました。大阪は例えば大阪市はとても小さいんで、羽曳野とか富田林とかいうのはですね、大阪かもしれんけれども、まあ田園地帯で、それから家はちょっと丘陵地帯みたいなところにあってですね、僕、後ほどこんな話も、する機会もあるかと思いますけれども、昆虫とか、魚、魚類、それから両生爬虫類とか、そういうのは大好きですので、まあ、非常に楽しく少年時代を過ごしたんですね。あとはまあ野球ですかね。そういう、まあ、ごく普通の少年です。小学校、中学校は普通の、普通というか、まあ、公立の、その地域の小学校、中学校に行きまして、高校も公立ですけれども、まあ、大阪府立、天王寺高等学校、天王寺さんの、お寺のね、四天王寺の天王寺ですが、天王寺高等学校というところに行きました。残念ながら、天王寺高校最近 だいぶあかんように、あかんっていうのは僕は進学のことだけで言ってるんですが、しかも数字だけで言っていますから、それでね、判断するのがどうなんだということもあるかもしれませんが、まあ、それはそれとして、数字で言うと、昔は、僕の在学中とかはですね、京都大学に100人入るような年もよくあったんです。僕の記憶している範囲では130何人、140人ぐらいの年もあったと思いますね。ですが、今は、せいぜい4、50ぐらいなのではないかと思います。で、今、かすかに、甲高い音が入ったでしょう。入ったと思うんですが、あれは、実はカジカガエル 研究室でさっき動物とか小動物とか好きで言いましたよね。カジカガエルを飼っていまして、それがなぜか今鳴いたという その声ですね。それで天王寺高校というところに行きました。よく宇治原と間違われるんですが、宇治原はですね、宇治原はというのは、まあ、一応高校やから、まあ、宇治原さんはですね、同じ天王寺だけど、教育大附属の天王寺です。これは国立なんですね。国立の高校に行ってはります。まあ、近くですけどね、両方とも天王寺なんで、でも数百メートルぐらいは、1キロ近くかな、離れていると思います。さて、それで、その後、京都大学に入学しまして、京都大学の理学部に入りました。僕、一浪なんですね。僕、いつも言うんですけど、あんまりね、普段の勉強とか研究の成果から、あるいは英語力とかから、皆さんが思うほど、どうも僕は勉強が得意ではないみたいですね。というのも、一浪って今言いましたけど、遊んでてとか、あるいはクラブ活動に夢中になって一浪っていう人がいっぱいいるけど、僕全然ちゃうんですよ。僕一生懸命勉強して、それで一浪ですから 大したもんでしょう。まあ、それはそれとして。それで京都大学理学部に入って、入った時は生物が専攻のはずだったんですが、
早いうちに、つまり若いうちに化学をやっといた方が良いと、まあ、生化学とか分子生物学とかそういうのが大流行りな時代というか時でしたのでね、まあ、そう言われて、化学専攻になって、学士は化学です。で、ケミストリーですね、化学です。で、同じように化学で、大学院、京都大学の大学院に進学したんですが、その1年生の時に当時の教授の先生と助教授ですね、今は准教授と言いますが、当時は助教授と言っていました。助教授の先生が、口を揃えて、僕にですね、アメリカに行きなさいって言わはったんです。で、まあ、それは厄介払いか、それとも何か、海外に出て勉強したら良さそうなやつだと思われたのか、その辺は分かりませんけれども、実はもうお二人とも亡くなられてしまいまして、お尋ねすることもできません。本当に尋ねといたらよかったなと、まあ、思いましたけどね。それでアメリカに行きました。日本出たのちょうど1月2日とか正月の真っただ中に日本を出ていまして、当時はほとんどのフライトはもうほぼ100%ですね。ごく少数は大阪から海外への便もありましたけれども、成田空港から行くんで、なかなか大変なんですね。大阪からまず新幹線で 東京行って、ほんで羽田じゃない、間違えた、成田空港に行ってっていうね、バス、当時はバスだった気がしますね。なぜですかね、まだ電車なかったのかな、まあ、ちょっとよく覚えていませんが、で、まあ、時差の関係で1月2日だったと思いますに、ワシントン DC の、首都ワシントンのすぐ近くにあるダラスインターナショナルエアポート、ダラスじゃないですよ、DULLES やったかな、スペルは。そこに、まあ、降り立ったと。で、最初はメリーランド大学というところに行きました。メリーランドというのは、DC のすぐ隣の州ですね。で、そこに行ったんですが、まあ、そこの化学科っていうのは、化学科はあんまり、まあ、先生方は偉い方もいらっしゃったんですけど、学生さんがあんまりね、もう一つ関心せん人が多かったんで、僕はもう2、3年で嫌になって、それでも3年ぐらいおったんやったかな、そこ辞めて、プリンストン大学、やっぱり東海岸ですね、メリーランド州よりはもっと北の方になります。もうほとんどニューヨーク、ニュージャージー州にあるんですが、プリンストンという町がね、それからプリンストン大学がそこにあるんですが、ニュージャージー州は、まあ、皆さんご存知のように、ニューヨークから見ると西であり南ですよね。大きい州ですから、ニューヨークもニュージャージーも重なっておりますのでね、南北の、ディメンションで見るとね、まあ、マンハッタンから見ると西へ、ハドソン川を渡ったらすぐニュージャージーですし、ずっと南へ行ってもニューヨークの外れからずっと南へ降りてもまだニュージャージー、まあ、そこのプリンストン大学に行きました。で、若い時はみんなアホですよね。アホで傲慢でしょ。僕もアホで傲慢でしたので、もう何年間も化学やってたから、ケミストリーをやってたから、もうケミストリーは十分だとね、もうそれこそ I've conquered chemistry、 もう化学なんか征服したぞぐらいの気持ちだったので、プリンストンでは物理を勉強しました。 Physics and Chemical Physics っていう、そういう、なかなか何でもありみたいな専攻なんですけれども、僕はまあ好きでしたけどね。で、それをやっていたんですが、2年ぐらい経った時に、もうプリンストンはもう本当に大好きな大学で、例えばエドワード・ウィテンっていう、まあ、もうめちゃめちゃ有名な理論物理学者だけど、フィールズメダル、数学ですよね、純粋数学者が取るフィールズメダルを取ったという、そういうすごい人なんですが、その人から量子力学とか相対論とか学んでですね、まあ、周りの学生さんたちも価値もう賢いですし、非常に環境に恵まれてるなと思って大好きだったんですけど、まあ、いろんなことがあったんですが、一番大きいのは奨学金がなくなったことです。まあ、今も時々話題になってますよね、軍事研究を学者がすべきかどうかとか言って、実はそのもらっていた奨学金が、最初は 普通の奨学金で、ただの研究で、途中からやっぱり先生方だってですね、奨学金なんていうのは一生出るものではありませんから、次々といろんな奨学金を取って、奨学金というか研究費を取ってきて、その中から奨学金くださったりするわけですが、当時「スター・ウォーズ」っていう名前で呼ばれていまして、要するに宇宙からレーザーとか電子銃とかで、地上の国とか、基地とかを攻撃するっていう、まあ、かっこいいですけど、まあ、基本的に人殺しの研究ですよ。
で、まあそれちょっとやりたくないなということで、傲慢にもですよ。これもまあ先生から見たら傲慢ですよね。そんな学生がそんな研究したくないから、そんな金いらんとかいな、そういう言い方絶対してないです、僕はしてないけど。まあそんなんでお金もなくなり、あえなく 2年間でプリンストンは終わってしまいまして、その後、これ実は他の事情もあったんです。今、奨学金の話は、これは僕だけのことだからお話しましたが、他、他人さんが関わることで他にもいろいろありましたけれども、まあ、誰か病気になって途中で頓挫したとかですね。でも、そちらの方は、あんまりね、こんな YouTube にこんなん上げたりしてたら、それはもしか、そのご本人が見張ったら嫌な、ね、まだこだわっとんかこいつとか思われても、全くこだわっていませんから、僕が病気になったかもしれないとか、そんな意味で言ってるんですけどね、怪我したかもしれないし。で、まあ、他の事情もあったんですが、とにかくあえなく2年間でプリンストン辞めないといけなくなって、皆さんあまりご存知ないと思うんですが、アメリカの、トップ校っていうのは、ほとんどが私学です。カリフォルニア大学バークレー校だけが トップ校の中で唯一公立で、あれ州立大学ですよね。あとは 全部私学で、授業料ものすごい高い、300万円とかですね、毎年。もう絶対そんな払えないから、まあ、あえなく退学で働き始めまして、まあ、グリーンカードを申請したりしたのもこの時ですけれども、働いてる間に、まあ、足掛け10年ぐらいになるんですけど、ほんまにフルタイムで働いたのは5年ぐらいでしたかね。まあ、働いて、その間に、ニューヨーク市立大学というところで、勉強を始めました。パートタイムの学生という身分で始めたんですが、日本にはあまりそういうシステムはないです。日本の例えば科目と履修生とかいうのは、その科目だけを取る人でしょう。アメリカのパートタイムの学生の多くは、フルタイムの人ほどにたくさんにはたくさん授業を取っていないけれども、学士とか修士とかを取るために、その大学に行っている人です。だからちょっと違いますよね、日本とね。まあ、パートタイムでニューヨーク市立大学に行きまして、そこで物理と、それから物理と、それから数学ですね。もうこれもね、その Young and Stupid and Arrogant という、そんなんですよ。I've conquered physics, chemistry and physics. What's next? Maybe mathematics. もう物理と化学征服したぞと。次は何だ？数学だとか言ってですね。それアホですね。アホですけど、まあいいじゃないですか。若い人はみんなアホなんです。アホというかね、新種の気象に富んでいるんです。だから数学に行って、物理とかもやり続けていました。いましたけど、まあ、シフトですよね。軸足が数学になって、で、幸い、また、金銭的にもいろんな意味でですね、大学院に戻れることになったんですが、その時にはもう35歳になってたんですね。なかなかひどい人生ですよね。ひどいとは僕は一度も思わなかったですけど、で、それで35歳になっていて、その時にちょうど10年間、At that point, I had spent about 10 years, in the East Coast area. 東海岸で10年ぐらいもう経ってたんで、西海岸行ってみたいなと思って、カリフォルニア大学のバークレー校に、まあ、行きました。そこで結局10年実は過ごすことになったので、合計20年アメリカということになりますね。で、バークレー校、ところで、その仕事、フルタイムで働いたとか、それから途中でお金がなくなって仕事をしたというような話をしましたけれども、その一部は実はシリコンバレー、はい、あのシリコンバレーですね。そこでシリコンバレーですけどね、そこで働いたというのもあります。そこはすごいところですね、やっぱりね。何よりもとにかく僕が気に入ったのは、T シャツでも大丈夫っていう まあ、それで、35歳の時に1989年でしたよね、確かね。カリフォルニア大学バークレー校に大学院生として、数学科の大学院生として入学と。その年に、あれ、9月頃でしたか、その年に有名な、まあ、日本では有名じゃないかも分かりませんが、ローマ・プリエーターっていう名前の地震、大地震があって、サンフランシスコの街の一部が燃えているのをですね、バークレーはシスコから湾を挟んだ向かい側なんです。で、ちょっと
数学の建物は9階建て の高台に建っている9階、まあ、丘の中腹ですね、そんな建物なので、その建物の9階ぐらいからサンフランシスコの火事を見て大変だなと思ってたのをよく覚えています。で、まあバークレーですけれども、まあ、これは本当にあれですよね。よく結婚してるカップルの時にとても仲が良くてうまくいってたら It's a match. マッチはマッチングのマッチですね。 It's a match made in heaven. だから天国で神様がこの二人をくっつけたようなそんな感じのマッチングだって言いますけれども、バークレーと僕とはそれぐらいのマッチングで、しかも先生も僕みたいなアホでもですね、一生懸命やる学生は僕は好きなんだと言ってくださって、非常に楽しかったんですね。で7年かかって、数学の PhD を取りました。バークレーの数学の PhD は平均 6.8 年なので、日本みたいに5年で取らせようとかそんなで頑張ってる人はあまりいないですよね。で僕大体平均ですね、僕7年です、平均 6.8 年で学位を取って、でしばらく、まあ、数学科で、まあ、教員といってもですね、アメリカにはいろんな種類の教員が、日本でもそうですけどいて、僕は非常勤ではないんだけど、いわゆる一番正式のというか生涯雇いの教員でもないという、何年か、あるいはひどい場合には学期ごとに契約更改みたいな、そういう基本的にまあいてもいいけどお前なんか偉くないよという感じのですね教員でした。でまあその学位を取った時にはもう42歳になっていて、まあ、純粋数学で42歳で学位を取るとかいうのはこれはまあちょっとね、ちょっとねと自分でも周りの人もですね思ったんで、京都大学母校にですね縁があって、あなたは純粋数学で今からものすごく偉くなるとかいうのはまああまりないのではないかと、で従って、一つどうですかと、国際交流関係のこともやりながら、そして英語で物理や数学やらそんな教えながら母校で活躍してくれませんかというふうなことをまあ言われて、まあ両親ももう年を取っていまして、僕長男なんですね。最近の皆さんは長男だから両親のことを見ないといけないとかきっと思わないと思うんですが、まあ僕はあれですね、おじいちゃん子だって話をしましたけれども、祖父の教育もあったんでしょうきっと、まあもう両親も年を取ってきたし、まあ帰ってこようかなというので戻ってきたと。それが1998年やったか、まあ、2000年あたりですね、まあそういう形になります。でところが日本に帰ってくると、日本に帰ってきた時にはですね、もう神もそのカリフォルニアにおったようなこんな形でいいし、カリフォルニアでスケボーが趣味でしたから趣味のスケボーも大いにやってほしいし、要するにカリフォルニア、カリフォルニアの住人そのものみたいな感じで日本にショックを与えて日本の国際化に貢献してくださいとか言われたんですが、実際にその通りやってみると、あいつ何というね、なかなかそこから僕のアップヒルバトル、直訳は坂を登っていくような戦いですよね。ダウンヒルが下り坂です。だから上り坂の戦いがまあ始まったと。でもう20分近く話してしまいましたので、この辺で大エピソード1ですよね、第1話はこの辺で切ろうと思いますが、いろいろ僕はもう虎の尻尾を踏むとかいうのは別に平気なので、そういうことをいろいろやりながら楽しくですね、全速前進という、座右の銘、まあ、座右の銘の一つですが、それをまさに実現というかそれをまさに実行してですね、今に至ると。でその今に至るの部分も非常に面白いことはいろいろあるんですが、それを次のエピソードにしようかと思います。で、結局私ですが、学位でいうと数学の博士号、カリフォルニア大学のバークレー校、それからもう一つが、実は英語を教えろと言われたために英語第二言語習得、外国語習得です。
第二言語習得で教育学博士という、だから理学博士と教育学博士を持っていて、それからご存知な方もおられると思いますが、外国人用の試験であれば、英語の試験であれば、ノンネイティブスピーカー用のね、僕は大体満点を取ります。だから TOEIC 990点、TOEFL IBT 120点、TOEFL CBT という一昔前のやつ300点とか、そんなんです。じゃああなたはネイティブみたいに喋るんですか、あるいはネイティブ並みの英語力をお持ちですかっていうと、僕は普通いつも言うのは、僕の英語力は、典型的な兄弟教員の1億倍。なぜなら、典型的な兄弟教員の英語は典型的ですよ。兄弟教員の英語は英語ではないけど、僕の英語は英語だからですね。ところがその反面、僕の英語はネイティブスピーカーの英語の1億分の1。なぜなら、ネイティブスピーカーの英語は英語だけど、僕の英語は英語ではないと。で、なんか英語の方に話が行ってしまいましたね。最後に一言、よく風評被害があって、僕、京都大学全体だと、ごく一部の理学部の人たち以外はですね、例えば数学とか物理とか化学とか生物学を極めるというよりは、英語の方が大事なので、英語しろしろしろって言うから、よく英語教員と勘違いされているんですが、さっきも長々とね、先ほどから説明していますように、私の 主専攻というか、なんて言うんでしょうね、こんな、主なフィールドは 化学、生物学、物理学、数学なんです。そんないっぺんにできる人おれへんやろうと思うでしょうけど、ですから、そこそこ どの分野でも僕は小物ですけどね 小物なりに ちょこまか動き回っています。生物とかもですね、大阪府のね、柏原市というところに、これほとんど奈良県です。5000坪の、4900坪やったかな、の山林を持っていて、そこで本当に 生態学をやっているので、ね、全部ほんまもんなんです。なんか話が 悪い意味での末広がりに しょっちゅう まとまりがない末広がりになってきましたから、今日はこの辺で、とにかく 京都大学に帰ってきましたというあたりまで今日はお話をしました。では失礼します。